ラーメン屋だけは絶対やっちゃダメです。ラジオネーム、ラーメンは主食じゃなくておやつです。さんからの質問です。僕はラーメンと焼肉がとても好きなので、どちらかのお店を開業したいのですが、今どちらをやるべきでしょうか。もうこれは超簡単、絶対ラーメンやっちゃダメ。以上。なんでですか。まず今人材不足っていうの知ってますか。値段が上がってますよね、はいはい、今すごくあの人件費がですげえ採用するのも難しいっていう状態で、ラーメンで仕込みもあるし、とにかくオペレーションが難しいんですね。ただ出汁も今 LC とかでここからもらえるものがあるっていうふうに言う人もいるんだけど、そうすると味の違い結構出しにくいから、1店舗目から当てるんであれば特徴があるものじゃないとやっぱり当てにくいと、うん、で焼肉の場合はなんと調理いらないんですよ。お客さんが焼くんですよね。焼肉行ったことありますか。ありますよ。わかりますか。ということで、ここでオペレーションが楽になるっていうのと、あとは僕も焼肉屋さんやってたんでわかるんですけど、もう切ったものとか冷凍で仕入れることも可能だし、サイドメニューのキムチとかもいろいろあるんで、そこで結構差別化ができるんで、お肉とかでうまくないものでも他のもので差別化、接客でも差別化とかドリンクでも差別化できるんで、絶対的にオペレーションが楽なものを今後やっていかないといけない。あとは差別化がすごくしやすいものをやっていかないと長続きしないので、ラーメンはかなり難しい、レベルが高い。